ャラクターで、あ、そうか、宇宙の子もいるんだね。赤コーナー、アメリカ出身、173センチ、82キロ、ナイラーロージャー。やべえやべえ、でけえ。同じくアメリカ出身、162センチ、85キロ、ビッグバーン、ニカルー。わお、怖い、超怖い。外国人、外国人、魔界、外国人、宇宙の人、お尻の人で、俺も魔界の人だからな、一応な、うん、カサンドラー宮城。お風呂に進行先って6つぐらいでまとまるわけないやろ、そんなもん。さあ、非常に重厚なメンバーが揃っております。オズアカデミー認定タッグ並びに仙台ガールズ1のタッグ、未完王者、シダヒカル。さあ、非常に大変なメンバーが揃ってまいりました。第3試合6人タッグマッチ。番犬をね、増量しましたね。完全にね、飼い主に似てくるんですよね、番犬がね。ねえ、あのね、太いから怖いね、これ。匂い嗅いでくんの、匂い嗅いでくんの、これめっちゃ怖いの。ふれあえるサファリパーク行ったらこんな感じなんかなって気するよね。毅然とできるわけないやろ、こんなもん。いや、もうただの事件じゃねえか、こんなもん。俺ね、坊主にすると頭の形悪いから嫌なんだ。さあ、奇襲攻撃で始まりました。赤コーナー側の奇襲でしたが、これをうまくあのモンスターを排除して、さあ、尻神宇宙人、ボスニア人、ちなみにね、僕が最近試合の時にカチカチのオールバックにしてるのは、カサンドラがあえてもみくちゃにするからなかなか崩れないようにしてるんですよ。いろいろ大変、もういろいろ大変。カツラじゃねえ、毛が多くて大変ぐらい。ハゲてねえぞ。さあ、この一番小さなコナミが捕まるといういきなり絶望的な展開になっておりますが、さあ、これはこの体勢は嫌な予感。さあ、ポーズ返しということでしょうか。さあ、そういうわけではないですね。さあ、全く微動だにしません。ホモじゃねえわ。
さあ割と軽快にこのタッグワークを回していきます。赤コーナー何や、昔の彼氏知ってるよって何やねん。別に嫌いじゃないよ別に。いや、お前ら適当に乗るんちゃうわ、お前。試合を見ろ、試合を。ここニコプロやぞ。さあ、コナミが捕まる、コナミが捕まる。ビッグバンニコルに捕まる。ああ、そうか、ニコプロミンがホモやったな、それ忘れてたわ。ごめんね。さあここもまた変わる変わる。さあちょっとコナミが長時間捕まり始めたか。さあコーナーにさあエルボーを突き刺す。さあそしてブルドキングヘッドロック。さあ顔面を蹴り抜いた。これはきついぞコナミ。さあこれはしっかり捕まって、さあこの外国人にいいように遊ばれてしまっておりますコナミ。そうなんですよね、なんかこうデーンと構えているのかなと思いきや結構なタッグワークね。しばらく試合見ててコメント欄見たらまだその話しとったんかお前ら。マスターは一人やっちゅうね。なんやったら明日も一人で神宮行くっちゅうねん。さあうまく体を丸め込んだ。これはまあさすがにちょっとね抑え込むには体重が上とか軽すぎたでしょうか。さあようやくコーナーに戻るコナミ。さあ志田ヒカルにタッチ。いきなり竹刀を持ってきた。あのね、ここまで堂々と使われると本来反則なんですけどね、これパワーバランス的にはいいかなーって、いいかなーって思ったんですよ。うん。だって体の一部っていうか、もう相手がほら凶器連れてきているようなもんやん。うん。いや、魔界びいきとかそんなんじゃなくてね。うわ、ほら。だってさ、こんなんキャッチしちゃうんやで。こんなんキャッチしちゃうやつ連れてきてて、片や先まで捕まってたあんなちっちゃなコナミちゃんやで。うん。ほら、市内持ってきたけど、やっぱりこうやってすぐ捕まっちゃうわけですもん。もうコーナーにすら触れないわけですから。うん。おお、よく投げた。さあこれはさあその場飛びでスプラッシュ。これは重い。まあ、ジョイズムというか、まあ、最近教わってるのは恭平さんですからね。いやそうなんですよ、アレックス選手もそんなにね小さいわけじゃないんですけど、こんなのことすげえちっちゃく見えるんですよね。行くぞって言っちゃった。さあ倒立してのプレス。うわお怖い怖い。さああれだけ勢いよくしないを持って自ら飛び込んできた志田が捕まっております。
さあまたもやデジャブかこれは。またニコールが竹刀を取ってしまいました。もう鬼に金棒、まさにこのことですね。ニコルに竹刀。さあしかしここは真剣白羽取り。さあボディに銅を決めました。いやあれね、取り上げに行きたかったんですけど、万が一のことがあったら俺が殉職してしまうのでね、うん、そう簡単に近寄れなかった。さあアレックスが走り込んでのフットスタンプ連発で決めていく。さあようやく青コーナー側、青コーナーサイドが優勢に動き始めたか。さあシダの2、アレックスの2。さあそしてもう一度振り直す。さあ2人合わせて同時に2。さあここはようやく攻守交代といったところでしょうか。さあ慎重にセットをいたします。さあコーナーに登るはアレックス。さあここはカットが間に合う。さあリング内はアレックスとビッグバニコブ。コナミ選手ね、ちょっと序盤でかなり捕まった部分ありましたからね。さあこのアレックスの蹴りも動じないこのビッグバニコル。さあ腕を取って、さあディディティ、なんて顔してんだおい、怖えよ、なんかいろいろすげくて怖えよ、めっちゃ痛かったよこれ。わあこの辺りからカサンドラ宮城の真骨頂か。さあバックフリップ。このカサンドラ選手もこういう時からのこの引き出しの多さというのが最近急激に増えてきましたからね。まあ、昨年のあの後楽園ホールでのタイトルマッチ挑戦の時からでしょうか、急にこうプロレスが滑らかになったといいますか、意外な引き出しを見せてくるのがこのまたカサンドラ宮城の面白いところでもあります。さあようやく出てきたコナミ。さあ高さに差がありますが、さあここは高さ優位、そしてパワー優位かカサンドラ宮城。見るたびに背筋がでかくなっていっているような気がいたします。さあこのラリアと撃、さあ得意の蹴りで、さあうまく足を取った。170まではなかったかな。あでも170ぐらいあったかな。さあようやくカーサンドラを倒すことに成功いたしましたコナミ。でパワーはすごいですよ。なのでこのねシダカサンドラっていう組み合わせが非常に面白いんですね。さあ危ない角度で落とされていきました。さあブレーンバスターとミドルキックの連携。さあバズソーキック連発で食らっていった。さあここはすごいカットだ。167cm、ありがとうございます。ということで僕と一緒ですね。さあこれはうまくスクールボーイ。あーっとこのロープ際でニコルに捕まった。これは大変だ。またもや連携、これは危ない、これは嫌な予感。
巨体が突っ込んでくる、すげえ串刺しスピア。そうですね、あれもカットというか攻撃ですね。おーっと、ここはシナのカットが決まる。さあ、依然として試合は決まりません。しかし大ダメージ。さあ、これもまた見物です。カーサンドラの高い高いミサイルキック、ぶっ刺さってしまった。コナミ返す。いやー、よく返しましたが、これはもう絶体絶命。この二人がコーナーから挟み込んでのサンドイッチラリアット。さあ、そしてこの体勢はカサンドラ宮城フィニッシュムーブ。さあ、スティールボールランの体勢で落としてスリーカウント。いやー、この戦い非常にスリル満点というところでしたでしょうか。第3試合の6人タッグマッチは12分41秒変形スティールボールランからの片指固めで、カサンドラ宮城がコナミを破っております。さあ、そしてもう一度このコーナーに飛び乗っての勝利の雄たけび。いや、僕ね、このチームね、本当に面白いなーと思うんですよね。なんかむっちゃ大変でしたけど、すげえリング上に、まあ、あのね、試合さばいてるときはマジでめんどくさいチームですけど、こうやって普通に見ると面白いんですよね。うん、なんかこう、俺がプロレスファンだったらこのチームのファンになるなっていうレベルで面白かった。うん、現代のこの女子プロレスになかった、そんなこうインパクトのあるチームですよね。うん、6人キックのベルトあったら取れるな。うん、よっぽど揃えないと取り返せないかもしれない。俺がタイトルコミッショナーやったら嫌やな。うん、やっぱりね、外国人ってやっぱ怪物性が欲しいですね。うん、僕ね、本当あの怪物的な外国人大好きなんで、扱い大変ですけどね。そう、なんかやっぱ初めてね、特に今こうプロレス初めて見る人が多いこの時代になってきて、こういうのってもう見ただけで分かりますからね、面白さがね。